スオラ根性ってことで対戦よろしくお願いします。お相手の初手はサーフ号で、サーフ号が挑発。おかやろう、おめえはゾロアークだ。まあどちらにせよ船ドラで各域だけどな。はいはい、やっぱりゾロアークでしたね。助けで耐えられた分は電光石火で突破。まずは一匹。お相手2番手はウルガモス。ちょっと待って、ゾロアークウルガモスサーフ号ってもしかして俺舐められてる？はい、切れた。絶対さん立てします。お相手はここで水テラスタル。なるほど、船ドラを半減で受け切る気か。そして蝶の舞で全抜きを狙うと。舐められてるな、読めてるんだよその程度の戦略。船ドラから元気。はい、一撃。テラスタルのリスクがある中、から元気の安定感は最高だぜ。でもテラストはサーフ号。サーフ号のお礼の打点はゴースト技だよな。でもねえ、こちとらノーマルテラスタルなんですわ。シャドウ号って言ってくれないかな。うっそー、バカめ、ブースターを舐めるからこうなるんだ。そしてとどめを食らうがいい。船ドラから元気。はい、もちろん一撃。4ターンで3盾達成だ。お前らも根性ブースターを舐めてかかるなよ。こういう目に遭うからな。